ここが神戸市立博物館か。神戸の街にぴったりのおしゃれな建物だね。今回の調査はここだって司令官に言われたけど。あ、司令官からの通信だ。やあ、二人とも。今回神戸市立博物館に来てもらったのは、そこで働く学芸員さんの仕事を調査してほしいからなんじゃ。学芸員？うむ。博物館にはわしから連絡を入れておくから、しっかりと頼むぞ。了解。やあみんな、僕の名前は神戸探る。神戸の街のみんなのためになる仕事を調査する少年探偵さ。オイラポーちゃん、探るくんをサポートする万能ロボットだ。それじゃレッツゴー。今日も大勢のお客さんが来ているよ。広田さん、今日はよろしくお願いします。はい、探るくん、ぽーちゃん、こちらこそよろしくお願いします。ここはどんなところなんですか？ここはもともと銀行だったところで、昭和の初め頃に建てられたとっても貴重な建物なんですね。それを利用して昭和57年に博物館としてオープンしました。国宝をはじめとする約7万点の美術品や資料などがあるほか、港町神戸にふさわしく世界中の美術、それから歴史、文化をですね、紹介する展覧会を開いています。広田さん、今日は学芸員さんの仕事について調査しに来たんです。っていうか、どの人が学芸員さん？探るくん、実は僕もその学芸員の一人なんですよ。そうだったんですか？はい、この博物館には16人の学芸員がいるんだけども、そもそも学芸員っていうのは、博物館のためにいろんな資料を集めたり、研究したり、保管したり、それから展覧会を企画したりする専門の職員のことを言います。展覧会の企画？ちょっと分かりにくかったかな。じゃあ5月10日まで開いているこのチューリヒ美術館展で、僕がどんな仕事をしているかを例にしてお話ししますね。はい、今開いているのは外国、今回はスイスのチューリヒ美術館からたくさんの作品を借りてきて皆さんに見てもらう展覧会です。だから展覧会の2年前に現地チューリヒの方に行ってですね、どのような作品を展示するかといったことをですね、現地のスタッフの人たちと話し合いました。外国に行けるなんていいな。ちょっとお仕事なんだから。そして僕たち学芸員がそれぞれ役割を持って、展覧会のカタログやポスターなどのデザインを決めていきます。その他、会場のどこにどんな作品を置くかということも僕たちが考えるんです。これは展覧会を皆さんに分かりやすく見応えのあるものにするためにとっても大事な仕事なんだよ。へえ、そんなことまで学芸員さんが受け持っているんですね。開催日が近づいてくると、展示する作品がどんどん運ばれてくるので、それらを前もって決めた場所に配置して指示を出していきます。そして同時に外国の学芸員さんとも実際に絵を並べてから、ああ、やっぱりどうしようかなっていう話を相談をしたりします。まあ、最初に決めた場所とはもう全然違う場所に変更になったりして大変なこともあるけども、本当にワクワクする作業です。ここで2人に質問です。博物館の中に入った時、ちょっと寒いなとか暗いなとか感じたことなかったかな？そういえば少しひんやりしてるかな。確かにちょっと薄暗いしね。温度や湿度が高かったり明るすぎたりすると作品が傷んでしまうことがあります。だからこの博物館の展示室内は温度と湿度を一定に保って、ライトの当て方も工夫をしているんです。そして開幕日を迎えるんだけども、たくさんの人が来てくれるのを見るのは僕たち学芸員にとって一番嬉しいことだね。
そして皆さんの前で展示作品それぞれの魅力を解説して展覧会を存分に楽しんでもらう、これも学芸員の仕事です。学芸員さんってたくさんの仕事があって大変じゃないですか？でもここに来てくれた皆さんの笑顔を見ると僕たちもとっても嬉しくなるからね。その他子どもたちに楽しい工作教室なんかも開いて、世界の芸術や文化に興味を持ってもらうなど、一人でも多くの人に感動の橋渡しができればいいなと思います。あ、司令官からの通信だ。さて今回の調査はどうじゃったかな。僕たちが博物館や美術館でいろんなものを見て楽しめるのは学芸員の皆さんが頑張ってくれているおかげなんだね。うむ、まさに縁の下の力持ちじゃな。よくわかりました。それじゃあみんな、またね。